皆さん、新年明けましておめでとうございます。年明けちゃいましたね。もう羊年。皆さん初詣行ってきましたかね。初詣、僕はまだ行ってないですね。行こうとしたらもう強打の列で、もうダメだなと。ちょっとね、最近もずっと喉の調子が悪く、やっとね、耳鼻科も開いてお薬をね、いただいて、まあ、今日放送に間に合わせて、ね、声も出るようになりましたが、まだ本調子ではないですね。すごい喉がカラカラです。まあ打者としてはあってはならぬことなんですけども、やっぱりね、無理はダメですね。無理はダメですということなのでね、今年、そう、1日もですね、ラジオやったんですけども、あれはもう収録で、沖縄のね、大きなスーパー、あるね、スーパーでライブをさせていただいてですね、多くの、お客さんもご来店していただいて、本当に、ね、誠にありがとうございました。ということなので、ラジオもね、生放送はできなかったのですけども、もう収録ということで今日が初仕事になってます、ね、今年もゆたしく人間さんに、ね、人間さんに早いですね。今年の抱負、僕ね、今年の抱負はね、去年もね決めていたんですけどもね、なかなかやっぱ実行できない、できないというかできなかったですね。なんていうんですか、すいません、全然できてなかったですね、はい、なのでね、今年はそれを少しでも近づけようと思いまして、ということなんで、今年の方法はライブを、まあ、今でもね毎日ライブをやってるんですけどもね、違うところでもね、県外とかでも行ってライブをして、でまた曲もね作っていこうかな、そろそろでいいんじゃないかなと。まだ早いぐらいなんですけども、慌ててね作らないとね、もう僕もね何歳なんでね、はい、そうなので慌ててね、去年は馬年、馬の灰なんですけども、なかなかちびたたいてもね動かなかったのでね、今年はね羊、ゆっくりなんだけども慌てて行こうかなと思いますが、皆さんもね応援のよろしくお願いしますね。あとはこの方法は
またね、外国にも行きたいですね。でもね、外国を行くとね、すごい世界が見えますね。まあ、僕も久米島っていう小さな島からやってきたんですけども、本当に夜になるとね、街灯しかほとんどなく、でポツンとね、遠くに見える青い光、何かっつったら虫をね呼び込む明かりでね、それで虫を駆除するのがあって、例えば久米島もサトウキビ畑が多いので、そういう害虫対策とかあって、でそこのクーガー袋といって大きな袋がありまして、その中に、ね、その虫が落ちていくんですよ、パイプが電気にぶつかって落ちていって、そのクーガー袋の中に虫がすっごいいっぱいいるんですよ。わーっているんですよ。で、僕はカブトムシとかね、クワガタが取りたくて、その光によってね、やっぱ飛んでくるんですよ。飛んできて、で、こうやっていっぱい、もう、クスブンっていうね、もうカナブンの一種なのかな、臭い虫がいて、それがね、うわーって。ガシャガシャガシャって、もうガシャガシャ聞こえるんですよ、もう足の擦ってる音とか。それを手突っ込んで探したりとかして、であったって掴んで、怖かったあったって見たら、なんか柔らかくて、見たらゴキブリだったりとか、それからですね、ゴキブリが嫌いになった。で、そんな田舎からね、来た僕が沖縄本島に来て、でそれから沖縄本島でもね、いや明るい街だなってね、ライトもいっぱいついて、きらびやかな街だなとかね、思いながらしてたんですけど、ね、やっぱ世界はもっと違いましたね。まあ、東京とかも、ね、行ったことあるんですけども、東京はやっぱね、僕の肌に合わなかったですね。まあ一人で行ったからのかもしれない、行ったからかもしれないですけども、まあそれも若い時ですかね、人見知りの時、今でも人見知りなんですけども。なので、今年の方は 結構作る、いろんなところにライブをする、人に優しくする、貯金する、曲を作る、外国に関連のいろんなところにライブをする、人に優しくする、貯金をする、あと1個募金をする、もう5つぐらいですかね。僕もね、コンビニとかのね、募金箱を見るとね、やっぱそこまで大きな金額は入れきれないんですけどもね、お釣りとかがあった場合は入れたりとかして、あとヘリコプター、メッシュさんのあれもね、僕すごいありがたいことだと思って、本当に離島に来ていただけるヘリコプターってのはすごい本当にありがたいことで、救急ヘリ、もっとね、活動してほしいっていうのもあって、だけどもそれにも予算とかのもねあって、厳しい中、やっぱやりたいっていう人たちが少しでもね多くいて、それをやっぱサポートする人なんかもね、いるんですけども、それでもやっぱり予算が
少ないと。なので募金とか募金箱とかもねあって、そのメイさんのねあのイベントとかも見た時やっぱ募金するし、あの募金箱を見た時もね、少しの中でもなんか足しんでないばいいかなということで、一応少しの力しかないですけども、こうやって募金をしてます。本当にありがたいですね。本当に もっとね必要な方、必要な島はねいっぱいあると思うんですけどね、やっぱあの離島ってやっぱ大きな病院がねないので、そういうのでね、救急ヘリってすごく大事なものだと、沖縄にはとってね本当に大事なものだと思います。もしねまたこのラジオを聞いてね、あ募金したいなっていうね心がね、また、まあ、皆さん心あると思うんですけども、ちょっとね少しながらずともね、入れてその気持ちを入れていただければ、ね、僕も嬉しいですね。はい、まあこんな感じで今年もねやっていこうと思いますので、ね、確かにですね。はい、で、もう8日です。初詣もまだ行かず、もうお仕事だけで体調も悪くちょっと休んだりとかもして、やってるんですけどもね、まあ今週からのまたお仕事ちょっとね変更もいろいろ出てきているので、お伝えしたいと思います。今年からですね、まあ、12月から始めてるんですけども、僕はもうちょっと仕事が12月までいっぱい入れていたので、できなかったんですけども、今月から今年から、やっていこうと思います。国際通りのですね、タカラレコードも有名ですね。タカラ楽器、タカラレコードがある、楽器店、そこにですね そこに三線教室をね、また開催しました。前もですね、その三線教室やっていて、でちょっとあの募集をね やっとまた集まってきたので開催してます。タカラレコードの2階になってますね。2階の、三線ちょっと木曜日になってます。木曜日の8時からねやります。教材は、また分かりやすい、ギターで言ったら5000歩、ね、5000歩があって、三線だったら3000歩、ね、弦に合わせてやってるので、それをクンクンシーという漢字をここでやって分かりやすくやっていて、その分かりやすいポップスとかをね、教えていってます。まあね、歌が苦手な方もやっぱいますし、このメロディーだけが好きだからっていうね、そういう方もいるので、もううちなんか教え方は、まあ、どちらでも教えますよっていう感じですね。メロディーだけでも全然 OK ですし、歌も歌いたいよとか歌もね教えますのでね、募集をねどんどんかけていくと いきますのでね、タカラレコードの方も、問い合わせてみてください。でこの教材を協力しているのがタカラレコードさんと、矢野健二さんというまたねギタリストがいまして、素敵な方がいらっしゃいます。で、教師としては、僕と、伊是名出身の、島幸子さん2人でね、回していきます。なのでね2人でこうやって回って個人でも教えていくのでね、すごく分かりやすいんじゃないかなと思います。以前教えた生徒では、小学校6年生の子供もいて、年配は、70過ぎの方もいましたかね。すごいですよ。やっぱ若い子はね、柔らかいっていうんですか、そういうの覚えも早いと思いがちなんですけども、本当に関係ないですね。やっぱり
年配行ってる人でもすごくゆっくりでもあるんですけど、やっぱちゃんとね覚えていくのでね、まあお家に帰って練習するかしないかでまた全然まあ差はついていきますけども、とりあえず楽しくやってます。みんなね笑いながらねやってますので、こちらもね遊びに来てはどうでしょうか。体験とかもできますのでね、はい、もう国際通りといえばそういう観光目当てのお店いっぱいありまして、例えばねこういう三線のね文化もまだ残していこうと僕たちも思ってますので、ちょっと来てみたらどうでしょうか。で、明日9日、9日が金曜日、お菓子御殿。今月はほぼ金曜日はお菓子御殿になってますね。そして10日、パイカジさんになってます。あ、お菓子御殿のね、ライブ時間は7時と8時。本当にありがたいことで、第1部はですね、ほぼ満席が多いです。なのでね、一回電話してね、お菓子御殿さんの松尾店の方に電話していただいて、今日僕のライブやってますかって、まあ僕だけじゃないんですけども、シーメンズの、ね、メンバーでもね4人で回してますので、いろんなメンバー楽しい、ね、メンバー揃えてますので、それも飽きないと思います。すごくねみんな個性があるメンバーなのでね。で、まあ第1部のステージは一応確認してからの方が安心ですね。で、そして、10日、パイカイさん本店ですね。僕はほぼ本店にいます。ラジオ聞いてよって、ね、来ていただければありがたいですね。こちらは7時から10時までやってます。生歌なのでね、マイクもなしで、で席を回ってお話をしながらやってます。ゆるーくね、もうこちらもお客さんもね、まあ僕のトークで笑ってくれて僕も嬉しいですね。そして、11日が、歌姫さんね、歌姫様も11日目が仕事始めになりますね。こちらは、場所は泉崎ロータリーのすぐそばで、また西二条病院の、何県道内の5県道内ぐらいなのかなになってます。オープンが8時、でステージは9時を予定しております。で、お店は夜中の2時までやってますのでね、本物のね、昔からある民謡をお酒を飲みながらね、聞きに来たらどうでしょうか。で、12日、成人式になってますね。僕も成人式を終えて約5年ぐらいですかね。例のつくも少年のね、そう流していこうと思います。成人式。こちらの日は、パイカジさんになっております。どうぞ。ね、二次会とかでもね、来たらどうでしょうか。もうお酒を飲める年になったらね、本当にね、お酒の飲み方がわからないのでね、もう、ぐいぐいいっちゃって、楽しくてしょうがない。だけど次の日はね、もう二日酔いでね、あ、もうお酒やめるとかになっちゃうんですけどね。でも今はやっぱ、そういう、ね、勉強っていうかね、学習をして、大人の飲み方をしてます。最近も飲んでないですね。もう、去年ぐらいからほぼ飲んでないですね。ちょうど喉が、喉がね、調子が、まあよろしくないので、少し控えてます。好きなんですけどね。そして、13日は、僕ちょっと用事があってお休みします。松田和人さんのね、ライブがありまして、それをちょっとね、お手伝いではなく、今回はね、お客さんとして見に行こうかなと。ちょっと勉強もしながらね、もう、ずっと前から行こう行こうと思って、
やっぱりね、こういう同じ業界の人たちはなかなかね、いけないのがね、現実で、今回ちょっとね、お仕事をね、休んででもちょっとね、行こうかなと思ってます。すごいね、優しい方で、もうミニ四駆の話をさせたら右に出る者がいないんじゃないかなと。三振じゃなくてミニ四駆ね、まあ、三振もそうだと思いますけど、まあ、一緒にね、お酒も飲んだこともありますし、すごい兄貴的な、あのね、僕が言うのもあれなんですけども、すごい、優しいね、可愛らしい顔をしてるんですけども、中身はね、男だったりね、かっこいいですよ。皆さんもね、13日、宜野湾の方で、半蔵さんのライブありますので、もしね、時間がある方、遊びに来たらどうでしょうか。そう、場所はですね、まあ、すぐ出せるかな、ちょっと後で場所をもう一回探してから、報告したいと思います。そして、14日がパイカジさん行ってます。で 15日が木曜日、宝レコードさんで三線教室教えてます。で、16日がおかしい御殿で、 で17日が、パイカジさん予定してます。で、17日はですね、僕ではないんですけども、石川陽子さんがいまして、僕の、ね、友達もなってまして、すごく素敵な女性でね、性格もね、すごく素晴らしい、あとね、ちょっとセクシーさもあってね、あんまり言ったら怒られちゃうので、ね、その方の、ライブがあります。冷やみ勝ち待ち場、1時から開始です。こちらもね、無料になってますので、どうぞね、皆さんね、足を運んだらどうでしょうか。僕もね、すごく行きたいんですけども、僕土曜日はですね、昼間は沖縄タイムズ社の方でね、またこちらも三線を教えてまして、1時からね、2時、ちょうどね、時間がね、かぶっちゃってるんですよね。なので、タイムズ社がね、また近いよという方は、こちらもね、三線教室を教えてますので、時間もね、お昼の12時から1時教えてますので、時間が都合がいい方は、またこちらの方もおすすめしてます。ね、宝レコードは、木曜日の夜8時からなので、8時？8時だと、8時？さっき聞いたと8時だけど、遅くないかな。まあいや、8時って聞いてますよね。8時からです。それと、18日は、歌姫さんに立ってます。来週までの僕のスケジュールはこういう感じですね。はい。で、また大きなイベントがあります。これはね、僕たちシーメンズの、ライブになってます。今回ね、1周年記念ということで、もう皆様のね、感謝を込めて、記念ライブを行います。ありがとうということですね。もう新春も兼ねてね、やっぱ皆様のおかげもあって、僕たちは仕事もできてると思います。まだまだね、余命なのでね、息も合わないこともあります。そういうのでね、息も合わせて行かないといけないのもあるし、で、そのね、数とか、その馬数もそうですし、どんどんね、表に出ていかないといけない。それもね、出させていただけるのも、やっぱ皆さんのおかげだと思ってますよね。その感謝を込めて、1周年記念を行います。日にちが、もう今月すぐです。1月の24日土曜日ですね。なのでね、僕たちはね、もう、暇があればすぐ集まってね、音合わせやってます。もう、いろんな、なんていう、アイディアを出して、で、
どうやってお客さんに笑ってもらおうとか感動してもらおうとか、僕と僕コーチ加崎と、リーダーが、吉田安生さんの息子、モーリーさんですね。そのものがね、吉田康則と、リーダー吉田康則で、一番支持者、僕の先輩にまたいます、久米島出身の荒垣よしみ。よしみっても女性ではないですよ、男性で、荒垣よしみで、もう一人は糸満出身の、上原淳、これ4名でやってます。まあ3枚目はノーリーさんと、荒垣よしみさんが3枚目をやるっていうね、そういう、まあ、イメージもついてるんですけどもね、今回はね、2枚目と自分では言ってないですよ、2枚目と言われている、僕はまた3枚目に、ね、だったりね、で上原淳もこういうちょっと、ね、お笑いも入れながらやっていこうかなっていうね、歌だけではなく舞踊も入れていって、ね、やっていこうと思います。舞踊はちょっと舞踊の、方々を呼んでねやって、で、僕たちは歌と歌あり情けあり笑いあり、ね、これをやっていこうと思いますよね。1月24日どうぞね皆さんね遊びに来てはどうでしょうか。場所はですねハイランダーっていうね、ところがありまして、僕もまだ一回も行ったことないんですけどね、そこでは、まあ、まだ行く機会がなくて、今回は本当に楽しみにしている場所でもあるんですけども、よくね、いろんなイベントで使われている場所です。ハイランダーさんのところで、やらさせていただきました。で、お昼になってます。お昼ですね。食事をしながら、見れるライブにしてますのでね、皆さんね、新年のね、初めに直行しながら僕たちのライブを見に行ったらどうでしょうかね。時間がですね、会場が11時半から、入ります。早く入った方がいいですね。なぜかというとやっぱ食事がありますので、早めに入って、ゆっくりした方がいいと思います。食事の時間が12時から食事を開始しますので、その時のお食事を、一杯して、で飲み物もね、飲んでいただいて、お過ごししながら僕たちのライブを見ていただければいいんじゃないかと思います。時間、開演、僕たちの披露時間は、言わない方がいいのかなと思いますね。一応決まっています。ただやっぱこの時間を言ってしまうと、その時間に来てもう食事がないよって言われてもね、ちょっとねお客さんもショックを受けると思うので、会場を11時半に早めに来てもらえて、12時から食事をしてください。はい、すぐねやりますのでね。で、チケットがですね、僕にも、行ってください。販売します。またね、森芸能館のとこでも、やってると思います。で、あとは、そうですね、僕たちが働いているお菓子御殿でも、行ってもらえたら、チケット準備できると思いますのでね、はい、でチケットはですね、食事付き、ライブ付きで、また舞踊も見れて、これ3点の、そうです、飲み物もついて4点セットですかね、こんだけついて、5000円になってます。こんだけ、贅沢なものはないんじゃないですかね。1000円ではいいと思いますよ。で本当に何百名も入る、会場なので、親戚とかもね、こんな時しかやっぱ呼べない人なんかもね、呼んでみたらどうでしょうかね。おじいちゃんとかね、おばあちゃんとかもやっぱ高校生はいいんじゃないですか、ね、お父さんお母さんも。とかね、なかなか孫とかね、やっぱ息子娘がやっぱこういうね
引っ張ってね、連れて行った方がね、すごく嬉しいと思いますよね。やっぱりもう車がね、大きな社会なので、車がないよという方もやっぱり中にはいると思いますので、ぜひともね、皆さん足を運んでもらえたらね、嬉しいです。1月24日、会場が11時半、早めに入ってください。で、食事もね、ありますので、食事は12時間になってますのでね、早めに入って落ち着いてから、食事してくださいね。チケットが5000円になっています。決して、損をさせないようなイベントを僕たちは考えていますので、遊びに来ていただけたらね、本当に嬉しいです。そのための、ありがとうコンサートになってますのでね、よろしくお願いしますね。で、そう、今日ね、もうね、三線弾いて歌おうと、いつもね、ユーストリームでね、三線を弾いて歌ったりです。今日はちょっと、控えさせていただきますね。すいません。もう、この喋ってる時でもね、だんだん喉がガサガサしてきてますよね。まあ、飴をね、舐めながら減ってますよね。じゃあ、まず一発目の曲ですね。僕の BGM を流れながらやってるんですけど、やっぱね、まず一発目の曲は、カジャデ風とは言いたいんですけども、もうカジャデ風とかもうずっと聴いてると思いますよね。僕が推薦する曲は、うちの師匠から行きたいと思います。ツアー公演から、ツアー公演先生からね、行きたいと思いますのでね、聴いてみたらどうでしょうか。まずお送りする歌は、梅の香りです。僕がすごく、僕も歌うんですけどね、梅の香り、この梅の香りで僕は人生がまたぐるっとね、変わった一曲です。では、ツアー公演で梅の香りお聴きください。
はい、嫁の代わり、今年初めて、今年初、書けた曲が 嫁の代わり、ツアーコンサートで、来ました。いかがでしたでしょうか。毎年ね、4月、何日だったかな、4月に、梅の香り大会が西原の、小那覇公民館であります。このね、人気がある大会で、本当ね、出場者も、ね、多すぎて、書類審査が始まってますよね。この見に行ってもね、すごい楽しいですよ。エイサーのね、演舞もあったり、また出店もね、あって、美味しいですしね、焼き鳥とかも、お酒も飲みながらね、やってますので、見に行くだけでもいいですし、出場してももちろんいいと思いますよね。歌いに行ったらどうでしょうか。僕ね、この梅の香り大会、たまたまね、近くで仕事をしていて、すごいなんか、なんていうか、メロディーがね、すごいなんか、自分の中ではあって、見に行きたいと思って、その時ね、初めてちゃんとした民謡を聞いたのかな。ちょうどその時が、梅の香り大会が2回目の時だったと思います。1回目はうちのツアー公演さんがね、先生が、立ち上げて、こうやって大会をやったみたいなんですけども、その時は僕はいなくて、2回目は見に行って、すごいと思ってね、俺もいつか出てみたいなって、ね、ずっと思ってたんですね。で、何回目かの応募とかをして、書類落ちて、でやっと出れたのが10回目の大会ですね。まあ10回目ってことは響きがいいですね。また見に行きたいですね。今度は仕事休んでても見に行こうかなと思ってますね。では、続いての曲もね、いいこと、今日はね、ツアーメドレーでいきたいと思いますので、よろしくお願いしますね。では、続いてのドアですね。新曲というのは、もう去年ぐらいからあるんですけども、この CD、じゃーん、超かっこいいと思いませんか？ダンディーでね、好きです。変な告白じゃないですよ。この CD の中から、曲「桃と踏み上がり」、いこうと思います。また3月ね、22日だったかな、読谷村でね、大きなイベントを行います。うちの師匠と、で、津波光徳さんも出ます。読谷村もね、盛り上げていきますよね。また近くなったりとか、またポスターもできたりとかしたらね、また告知もしますので、2人とも読谷村出身なのでね、地元の方、そしてね、県外からもね、来ていただけたらね、すごい損をさせない、絶対損をさせないね、ライブをしますので、僕もね、後ろの方で、お手伝いします。まあ、そうもね、それに向けて、もう今も練習してますのでね、面白い、すごい感動のあるライブをさせていきますので、この3月22日も、覚えておいてください。その歌から、桃と踏み上がり、いただいてます。では、桃と踏み上がり、お聴きください。
桃と船上がり、お送りいたしました。もうギターの音がもう半端なくいいですね。いつも聞いてるんですけども、そばで。改めてヘッドホンをしてね、改めて聞くとね、やっぱね、もう風景がね、やっぱ浮かんできますね。生は生でね、すごく味がある、味があって、その日の規模によってね、またね、メロディーをね、ちょっと変えたりとかするのでね、そこもね、味があってね、いいんですよね。桃と船上がり、お送りいたしました。では、時間も残り少ないのでね、ちゃちゃっといきたいと思いますね。その前にこちらの FM2 ライさんのね、メールアドレスの方も、お届けしていこうと思います。僕の番組楽しいですかね。まだ何も来てないのかな。僕はまだ聞いてないんですけど、まだ、ね、お便りとかもね、やって楽しいよとかね、言ってくれたらね、励みになります。もう聞いてないよとかね、あんまり楽しくないとかだったらね、僕もね、やってて意味があるのかな、ね、考えてしまうので、やっぱ意味があることをやっぱ僕は届けていきたいし、そういうのをね、今無音なので、そういうね、励ましの言葉などをね、いただけたらね、すごく今年頑張れると思います。はい、よろしくお願いしますね。で、メールアドレス、いただきます。FM792 アットマーク FM-NIRAI.jp です。もう一度お届けします。FM792 アットマーク FM-NIRAI.jp です。そしてですね、ファックス番号、098-926-3208、もう一度言いますね。ファックス番号が098-926-3208になっています。で、また、僕にね、何か、カニでもね、送りたいよとかね、なんかね、プレゼントしたいよとかね、受け付けますので。郵便番号がですね、904-0103、沖縄県北谷町越え467-1、北谷未来センター内、番組係まで、生ものはね、ちょっと控えてくださいね。はい、じゃあ、あと一曲ね、いきたいと思いますね。僕も、宮沢さんのね、宮沢和臣さん、ザ・ブームの、宮沢さんのレコーディングもお手伝いさせていただきました。いろんなね、人が、いろんな歌を歌って、何一つ被らなかったっていうね、僕がいた時は150名ぐらいだったのかな。誰一人も被ってない、被った曲をリクエストしてないっていうのはね、すごくね、これも奇遇、偶然なのかな。驚きましたね。で、うちの先生も歌ってますし、今は亡きね、登川先生さんもね、最後のレコーディングをしてます。で、うちのね、ザ・高徳さんもやってます。そういう大御所さんから、やってきてます、そのレコーディング。今日もあって、今日で最後って言ってましたかね。すごく沖縄のために皆さんもね、頑張ってくれて、すごくありがたいです。またね、いつか復活ね、を願ってます。またね、仕事も一緒にできたらね、嬉しいですね。そんなレコーディングをした歌から、先生にね、うちのツアー小林先生に話をして、この曲を歌っていいですかって。先生もね、自分の曲は歌ってないんですよ。
昔の歌から歌っていて、それもあえてね、僕は宇宙先生の歌まで残したいなと思って、先生に、断りを、お願いして、歌わせていただいた歌、片道の食い地という歌があります。 この歌をね、津波光栄さんの歌でお届けしようと思います。これもね、僕が歌ってるレコーディングもまだどうなるかわからないです。売るのかもわからないし、それもまだわからないので、聞けるかどうかはもしかしたらわからないしね。もし聞けるのであれば、ぜひできた時まで報告しますので、その時はね、買うなり聞くなりしてみてください。では、津波光栄さんで片道のクイズをお聞きください。父と太陽になっちょろ伸びのきりりし
沢公園さんで、片道のくじお届けしました。いいですね、寂しい歌なんですけどもね、ジーンってきますね。あ、もう時間もやがてないですね。松田和也さんの、ライブが宜野湾市上原のキッチン花笠でやりますので、皆さんお越しくださいませ。チケットが2000円、当時2300円、ね。今年もねこういう感じでやっていきます。皆さんね、皆さんの励ましの言葉もいただけたらね、すごく、頑張っていきますので、何かね、メッセージをください。ね、では今年もこれからもよろしくお願いいたします。こういう緩い番組なんですけども、それも教えてますよね。ではまた皆さん来週もよろしくお願いします。バイバイ。